えと新型コロナウイルス対策の専門家会議の議事録を情報公開請求した NPO 法人が国が開示した内容は不当だとして開示処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしました。NPO 法人の三木由紀子理事長らによりますと 公文書管理法や行政文書管理ガイドラインは行政機関の審議会などでの発言者の名前や内容を明記した議事の記録を作成するよう規定されています。今回開示されれた文書書には発言内容などが書かれておらず 国に詳細な議事録を情報公開するよう求めました内閣官房に情報公開請求したわけなんですけれども、まあ、その結果すで、えー、にウェブ上で公表されている発言者,と発言発言者の記録のない議事の概要を、まあ、議事の記録ですというふうに特定をして、まあ、こう全部公開という決定をしたとこっちが求めているものそのものは文書として特定をしていない。